次の駅はですね、愛の里公園ですね。そして右に見えているのが、宇都宮名泉。宇都宮名泉は最近はなんか万葉の湯グループになったらしいんですけれども、あのテーマソングが良かったんですけどね、石狩君。石狩ふとみのテーマソングで、ね、YouTube で探しても長いんですよね。万葉の湯グループに消されたのか何なのか分かんないですけど、あのふとみ名泉の音楽、そのファイル持ってる人いたら教えてください。ふとみ、ふとみ、美肌の湯、お肌に潤われてる、ゆったりが満開です。ふとみ膝くださいね、お会いしましょう。ふとみ名泉。そして左にはセイコーマート、24時間営業。セイコーマートが24時間営業はもう当チャンネル的には大都会です。大都会石狩ふとみです。それではですね、先に進んで、札幌市とこの東別町の境目には石狩川が流れているんで、その石狩川をですね越えなければなりません。どっかでね左に曲がっていきたいところではあります。そして左には北連セルフがありますね。北海道のコンビニはセイコーマートというイメージを持っている人が多いかなと思いますけれども、北海道のガソリンスタンドといえばやっぱり北連スタンドだと思いますね。内地でいうところの JASS ってやつですね。それが北海道では北連スタンドです。日本の農協っていうのは2種類しかないんですよ、北連かそれ以外は。はい、そしたら左折していきます。この青信号をずっと進むとですね、国道337号に出て、国道337号を使えばですね、石狩川を越えて愛の里、札幌市の方にですね入っていけるわけですね。そして見えますかね、正面に見えてきた長い鉄橋、第一石狩川橋梁でよかったでしたっけ、第一でしたっけ、これが。とにかく長い長い鉄道橋があります。この鉄道橋から石狩川がよく見えるかと思いきやですね、暴風雪に阻まれて見えないんで、車窓からの眺めはあんまり期待しない方がいいという、そういう鉄橋ですね。列車に乗るよりも遠くから鉄橋を眺めていた方が楽しめます。この動画はご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、そしたらですね、青信号になったので国道337号を右折していきましょう。あ、ちょうどね、721系6両編成が入ってきました。わかりますかね、ああやって窓隠れるんですよ。だから川がよく見えないんですよ。つまりそういうことです、私が言いたかったのは。それでは国道337号に合流しまして、石狩川を越えて札幌市北区の方に入っていきます。石狩川を渡る橋ってそうそう多くはないんで、この337号も結構混んでるイメージあったんですけど、近年になってですね、ようやく橋が片側2車線になって、かなりスムーズにですね流れるようになりましたね。そして左にはですね、手前に愛の里のニュータウン、遠くにはですね札幌の高層ビル群がうっすらと見えます。
ですね、左側の大きな建物、あれは、ロイズの工場、本社ビルだったかな、工場だったかな、ロイズの建物です。昔確か読売新聞かなんかの印刷センターかなんかあったんですけど、ロイズになりました。まあ、ロイズの方がなんとなく北海道らしいかなっていう感じはしますね。これを左折すると愛の里公園方面に行けるはずなんですが、はい、そしたらですね、ここを左折して愛の里公園方面に入っていきましょう。この337号をバイパスになって、ね、愛の里の市街地は避けていくんで、まっすぐ行ったら、とんでもないところに到着します。愛の里公園に、ね、行くためには次の交差点を右折しないと、これまたバイパスになっていて、この信号を過ぎるとすぐですね、跨線橋で学園都市線を越えてしまいます。なのでここは右折です。ここロイズの直営店がありますので、愛の里公園でもし降りる機会があったら、ここのロイズでチョコレート買っていくのもお土産としてはいいのかなと思います。はい、そしたらですね、右折していきましょう。右折するとニュータウンの中に入っていくわけですね。北海道ならではのですね、このやたら広い三車線道路、そしてこれが愛の里のですね、ニュータウンということになります。愛の里公園駅は、あの交差点を左折ということになりますね。はい、左折していきましょう。まあ、愛の里公園っていうだけあって、まあ、なかなかあの公園だとか緑が多いところではありますね。公園駅自体は、これを信号を、左折すると愛の里公園駅の駅前通りに着くんです。はい、そしたら左折して愛の里公園駅、駅前通りの方に進んでいきましょう。これ車で走ってみなきゃ分かんなかったんですけど、愛の里公園ってなんか排水溝が道の真ん中にあるんですね。これ里公園駅前ですね。そしたらあの駅前ロータリーを一周して元に戻っていきたいと思います。ここもともと釜屋臼っていうですね秘境駅だ